そろそろ来る頃だと思っていたよ。何が聞きたい？なんて愚問だな。あの芝についての情報だろう？だが残念。僕も彼女についての情報はそう多く持っていない。ほとんどはハリエットが言ってくれた通りだ。僕はハリエットを作った。それはフォトンの器として究極のもので、まごうことなき最高傑作だった。器が自己を持ち、自我を持つ。それは知性の創造と同義だ。シオンの始まり。海の中に不意に生まれた知性。ついにその現象を追従できた。それを器としてしか見ていない上層の俗物さえいなければ、やがては全知へと至っていたはずだった。それだけの時間はあった。技術もあった。見本とするべきアカシックレコードもあった。なのに、瞬間的な解決を人は望んだ。器から元の魂を引き剥がし、そこへフォトンを流し込み、餌とした。フォトンを消すために存在する、深淵なる闇の餌に。処置は成功した。深淵なる闇は器へと入り込み、知性が芽生え、器へと縛られた。あとは、その器を捨てるのみ。俗物にとって誤算だったのは、深淵なる闇、今でいう芝が、知性を得、人を理解したことだろう。人の欲望に取り付く癌、ダークファルスを残し、世の楔とした。いずれ自分が戻った時のための。それらの宿り先が僕たちということだ。どうだい？何の身もないつまらない話だろう？それでも君にこの話をしたのは人としての、ルーサーとしての君への礼のつもりさ。ハリエットの魂は救済されていた。それを知ることができたのは一つ、僕にとっての利ではあった。シオンは当然、彼女のことも知っていたのだろう。道理で、同情的だったわけだよ。